アレクサンドル・ケルジャコフは、ロシアの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。同国代表最多得点記録保持者、FC ゼニトサンクトペテルブルクゼニトでプレーする、ケルジャコフ2001年、ロシアのアマチュアチーム、スベトゴレツ・スベトゴルスクから、ロシアプレミアリーグの FC ゼニトサンクトペテルブルクに移籍。ここで、レギュラーポジションをつかみ取ると、2002年以降は、アンドレ・アルシャビンとにトップを組む機会が増えた。2003年に、チェコ人指揮官、ウラスティミル・ペトルジェラに重宝され、2004年には、ロシアプレミアリーグの得点王を獲得、UEFA カップでの活躍もあり、国外の複数のクラブから注目を集めるようになる。しかし、ディック・アドフォカート監督就任以降、折り合いが悪くなり、構想から外れたことで移籍を志願した。セビージャ FC2006 年12月28日、セビージャ FC に500万ユーロで移籍。契約期間は5年半と長期の契約だった。移籍1年目のシーズンでは、ルイス・ファビアーノ、フレデリック・カヌーテに次ぐ3番手の FW であった。2007年1月14日の RCD マヨルカ戦でリーガ・エスパニョーラデビューを果たし、同月28日のレバンテ UD 戦で初得点を挙げた。このシーズンでは15試合に出場し、3得点を挙げる、まずまずの成績を残したが、2年目は、セビージャの監督であったファンデラモスの退団とともに、出場機会が激減。エルネスト・ハビエル・チェバントンとアルナコネの加入もあり、5番手の FW に降格していた。FC ディナモモスクワ UEFA ユーロ2008を見据えて2008年2月に FC ディナモモスクワへ移籍することとなった。ディナモモスクワではすぐにファーストチョイスの FW となったものの戦術上の理由で本職ではない右サイドで起用されることも少なくなかった。ゼニトへの復帰2010年1月16日、古巣ゼニトへの復帰が発表された。チームは転換期を迎えた最中で、パベル・ポグレブニャク退団以降頼れる FW が不在だったため、ケルジャコフにかかる期待が大きかった。重要な試合で得点を重ね、ゼニトを3年ぶりのリーグ制覇に貢献するとともに、自身もチーム内得点王に輝いた。2012から13シーズンの夏の移籍市場で、獲得した復帰やアクセル・ビツェルの高額年俸にことを唱え、前週の練習を無断で欠席した上、9月26日のクリリやソベトフサマーラ戦でも出場を拒否したケルジャコフは、今回の発言に先立つ23日、共闘して抗議を行ったチームメイトのイゴール・デニソフと共に、リザーブチームへの降格を言い渡された。しかし28日に謝罪し、トップチームに復帰している。FC チューリヒへのローン移籍2015から16。シーズンはスイスの強豪 FC チューリッヒにローン移籍した。2016から17シーズンはゼニトでプレーし、シーズン終了後の2017年7月13日、引退と同クラブのユースチームのコーディネーターに就任することが発表された。代表でのケルジャコフ2002年3月27日、エストニア代表戦でロシア代表デビューを果たした。さらに同年に開催されたワールドカップのメンバーにも選出され、グループ H、ベルギー戦で途中出場し、ドミートリー・シチョフの得点をアシストした。ワールドカップ終了直後の同年8月21日のスウェーデン戦で代表初得点を挙げる。UEFA ユーロ2004予選では7試合に出場し、2得点を挙げたが、UEFA ユーロ2004のエントリーメンバーには選出されたものの、ドミートリー・キリチェンコ、ドミトリ・ブリキン、シチョフに次ぐ4番手の FW に甘んじ、ポルトガル戦のみの出場に終わった。当時の所属クラブのセビージャで控えに甘んじていたのを受け、ディナモ・モスクワへ移籍したものの、ベストコンディションには程遠く、UEFA ユーロ2008のメンバーには予選でチーム最多得点を記録したものの落選した。その後は、少しずつ調子を取り戻し、2009年6月のフィンランド戦で1年4ヶ月ぶりに代表に返り咲くと2得点を挙げる活躍を見せた。2009年11月18日のスロベニア戦で、ロマン・パヴルチェンコとの交代で後半から出場し、代表通算50試合出場を達成した。しかし、後半20分、スロベニア GK、サミール・ハンダノビッチと交錯した際に相手を蹴ったとして一発退場となり、チームも 2010FIFA ワールドカップ本大会出場を逃すなどほろ苦い50試合目となった。2010年にゼニト時代より合いが悪かったアドフォカートがロシア代表の監督に就任し、招集が懸念されていたが、その後は関係が改善され、パヴルチェンコ、ポグレブニャクを抑えて、ファーストチョイスのFWとなった。ありがとうございます。